が聞こえます。
なんてダメだ。古い肉詰めや何日も日向ぼっこしているバラモンより美味しいのは知ってるだろ。腹をすかした奴はいるんだから、もう少し売らなくちゃダメなんだ。悪いけれど今すぐに約束できるのは10巻だけなの。しばらくはものすごく売れていたんだけど、病気になる噂があって。いつでも病気な奴はいる。商品とは関係ない。それにお前らが連れてくるやつにだけ肉を売ってるんだ。何かおかしいのなら、それはそっちのクソったれな問題だ。あら、今度はこちらのせい？忘れて、話はなしよ。商品を向こうの人たちに売りたい？それならクソったれな自分自身で言ってやればいいわ。なんだと？おい、なんだよ。そうか、すみません。消えろ。売り物があるけど、見てみない？話に出た病気になる人というのは、センは去年くらいからあの古い缶詰工場をやっていて、私を説得して他の業者に缶詰を流通させるようにしたの。しばらくは全て順調だったんだけど、ここ数ヶ月は食べた後病気になるって苦情が来てて。勘違いしないでね、死人が出るとかではなくて、ただわからないの。売り上げが急に落ちて線はもっと頑固になるし。トレードはいかが？そのボルトスーツどこで手に入れたんだ？え？81に行ったことがないみたいだね。そこで育ったんだけど、商人になるために出たんだ。ほら、どこにあるか案内するよ。ところでいいピップボーイだね。一つ持ってたけどポンコツだったよ。何年も前に捨てたんだ。どんなものを売ってるか見てみる？店を出したくないか、ぴったりの場所を知ってるんだが。わからないな。何かお探しのものがきっとある。ぜひ見てみてね。店を出したくないか。これ。ええ、売り物があるけど見てみない？店を出したくないか、ぴったりの場所を知ってるんだが。これで取引成立ね。売りたいものは何かある？店を出したくない。これで取引成立ね。戻ってきたな。10人中7人が新鮮なバラモンよりもロングネックルカウスキーズの缶詰の方がいいと言っている。自分で試してみるかい？もしかしたら何があるか見よう。素晴らしい値段の素晴らしい商品だ。いや、気に入った客でなければ腹ペコになるほど旅をしているんだろう。その空腹をロングネックルカウスキーズのうまい缶詰で満たさないか？今すぐは興味がない。友達に教えてやってくれ。ロングネックルカウスキーズ最高だと。いいね。
晴らしい。さあ行こう。